座ってます。座ってます。打って変わって元気です。なんで何その代わりを。これの前になるのかな。昭和ジギング講習の回ではね、ちょっと僕怒っちゃってすいませんでした。激怒やったからね、うん、ちょっとね怒っちゃったところがあったんですけど、まあ今日は同じ日なんですけど機嫌治りました。今日から始まります、釣りジャックオリジナル企画。マジで全国釣りガール図鑑っていうのをねやっていきたいと思います。やったー。というわけでね、今日は後ろに釣りガールの方が乗ってはいるんですけれども、はい、あ、声が聞こえました。ちょっと声だけ聞かせてください。はい、こんにちは。あ、聞こえました。聞こえました。すいませんね、僕の顔で。いやいや、怒ってますから。釣りガール一緒乗ってからもうずっとニヤニヤしてずっと匂い嗅いでる。いやいやいや、それは自由でしょ。いやいや、そんなね、なんか浮ついた企画じゃないんですよ。少子高齢化、働き方改革でも言われてますけれども、やっぱ女性の社会進出が進んでいる中で、やっぱり釣り業界もですね、釣り女子、釣りガールがやっぱり増えてくださるっていうことが全体のためになりますよね。達成感につながるんですね。はい、釣りやったことない女性の方にも興味を持ってもらえるような、まあ釣りってこんな過酷なんですよっていうところをね。過酷？いえ、楽しい。楽しい。釣りは楽しいっていうのを釣りジャックは出していきたい。出していきたい。かっこいいっていうのをね。あ、女性でこんなキャスティングできるんだっていうね。見てもらって、あ、私もこんなしてみたいって思っていただければ、うん、まあ、幸いかなと、うん、早く出せっていうね声もあろうかと思いますけれども、ちょっと釣り場に着くまではおりますので、あ、まあ場合によっては番組の最後で。飛ばしすぎ。じゃあそういうことで釣りガール図鑑、なんかあるんですかね、釣りガール図鑑。釣りガール図鑑始まります。キランキランって。というわけで現場に到着しました。エリちゃん到着しましたよ。ここ富士、富士山、結構絶好のロケーションで、夕方から結構釣れる、はいはい、話を聞いてます。はい、もうちょっと釣りガールの方を教えてください。手取り足取り、手取り足取り、バス取り。エリちゃんです。釣りは初めてどのくらいなの？そうですね、今年の1月からちゃんとやるようになったので、もうちょっとで半年ですね。よかったですね、今日伊藤さんに教えてもらえることも。はい、もう手取り足取り教えていただきたいと思います。じゃあ魚は何か釣られたことはあるんですか？でライトゲームだったりとか、キッカセとかもやったりはしているので、教えるところ
そうなんですか。はい、4月に1回生駒さんとしてやらせてもらって、はい、すれがかりでしたけど。釣ったんすか。いや、すれがかりです、フグを。はぁ、フグを。でもすごい、初めてで魚かけてるんですね。一応一応。どうですか、釣りガールズ感、はい、栄えある第1回目の。めっちゃ緊張してますけど。いいんかな。いや、釣りしてない時からずっと見てたんで。あ、そうなんですか。はい、あ、でも嬉しいですね。釣りしてないのに、なんでまた見てくださったんですか。いや、もともと釣りがしたかったんです、ずっと。あ、興味あって。興味あったんですけど。生駒さん、なんか引っかかっちゃいました。さあ、行くわ、黒川。頼りになろうとかですね。取ったの、もしかして。すごいすごいすごい、かっこいい。好きになっちゃうね。めっちゃかっこいいです。好き。あれ見かしげられた。そんなに簡単ではなかった。うわ、外したぐらいじゃね。このピンクのやつは、これは作ってもらった、え、カバーです。作ってもらった。作ってもらったんですよ、釣りのために。釣りのために。お、ちょっとノットも結び直しってことで。はい。え、ノット結べるんすか。結べます、電車に乗ってきた。すごっ。え、FG? FG です。すごい、うまい。なんか良くなってないですか。イエーイ。ちょっとなんかでかいやつを行きたかったんですけど。そうですね、ちょっと表紙を飾りたかったんですけど。こんな感じ で, です、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。えいちゃん疲れましたね。いや、楽しかったです。あ、本当ですか。はい、教えてもらいましたし、今日はね、残念ながらちょっと、はい、評価に恵まれませんでしたけれども、はい、1日どうでしたでしょうか。そうですね、まあ、釣れるのがまあ一番良かったですけど、はい、そうじゃなくてもいろいろとまだ始めて間もないので教えてもらうこともたくさんあったので、自分の中では一つ成長につながったなって思ってます。ああ素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしいコメント。またいつか来ていただけますか。え、いいんですか。もちろんですよ。ぜひお願いしたいです。そうです、もちろんです。その時はもうちょっと上手になってると思います。あ、練習して。練習して。1回目の釣りガール図鑑はこれにて一件落着ということで。はい。あの、参加したいよっていう方がもし万が一いらっしゃいましたらメールください。そうですね、少しずつ輪を広げていければと思います。はい、お疲れ様でした。またチャンネル登録の方お願いいたします。お願いします。また来ます。じゃあ最後エイちゃんに大好きって言ってもらって。あ、そうだね。そうだね。なんで釣れなかったんで、はい、それだけください。サーフ大好きって言ってもらった。はい、サーフ大好き。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい子ですね。